え皆さんこんにちは、うです、えー。昨日はちょっとね、もうコンテンツ載ののせずに、えー、ちょっとね、ゆっくりさせていただきました。ちょっとね、体調が大戻ってきて、えー、昨日もちょっと忙しかったので、まあ、無理せずにね、ちょっと昨日は休ませていただきました。で今日は僕、月曜日で休みなんですけど、朝からちょっと1人ね、あのセットをさせていただいてて、ちょっと仕事に行って、先ほど帰ってきて、まあ、先にちょっとね、1本ビデオを撮っとこうかなと思います。 であのオースチンとかいろんな、ね、ミリタリーウォッチの、えー、やつをしなければならないんですけど先にちょっとこちらを今日は1本させてもらおうかなと最近、ちょっと名のないブランドというか、まあ、マニアックなブランドと言いますかねいうものがちょっと多かったりしたのでちょっと今日はねそれなりにあの皆さんが知っているブランドをやります今、真ん中に置いているものですねレビューです。 こちらは、まあ、いわゆる有名なレビュー当面の全身のブランドでございます。レビューというブランド。でこのレビューというブランドは、1853年創業、スイスのーボのメーカーですねで、まあ上。こちらの方はレビューのブランドの上級モデルのエクスクルーシブというものでございます。であの後でね、今日はキャリバーも、ね、見ていただこうかなと思っているんですけど、 ちょっとね、映像では分かりにくいんですけども、あのね、これ、ツートーンダイヤルなんですよ、一応。この、レビューエクスクルーシブって書いてるところに、実はね、中がブラウンみたいな色をしてて、外がブラックの、何、えー、て言うんでしょうね、ダイヤルをしてて、実はこれ、ツートーンダイヤルなんですけども、これね、さっきからずっと僕、あの、<laughs> ライトの調整をしたんですけど、なかなかちょっとね、映すことが難しくてですね、まあちょっと後でなんとか近づけて、イメージをちょっと見てもらえたらいいなぁとは思うんですけども、こういうちょっとね、ミリタリーっぽい感じのもので、スモールセコンド、1950年代だと思われるんですけども、えー、こういうものがね、実はちょっと来ています。 で、えー、こちらの方もフルオリジナルという形でバックルはねないんですけどもすべ、えー、て他はフルオリジナルという形で来ていますで一応こう夜行が入ってましてこれもねあの女光さん女、まあ、光さんってこうちょっと限定するとダメなのかもしれないですけどもまあ、手書きだろうなという感覚がちょっとありますでちょっともうね消えてる数字がちょっとあったりとか えっと、ケースに傷があったりとか、えー、なんだったらラグがちょっとこれ実は歪んでるんですよ。なので、そういうところはちょっとあるんですけども、非常にかっこいいね、時計で、今日まあ僕これをちょっとしてね、そのセット、お客様のセットをね、させていただきにちょっと行ってたんですけども、あの、いい時計ですね。ですごく精度も出てるし、あの、いい時計かなと思うので、先にちょっと皆さんにね、 えー、見ていいただこうかなと思いますケースの大きさは 32.5mm ケースの厚さは 8.2mm、えー、ラグトゥラグは 38mm キャリバーは、えー、こちらデビューの77キャリバー77というものを積んでいますちょっとこれはね後で言いますので避けておきます先ちょっと見ていきましょうかよいしょっとおるるるまあこんな感じなんですよね これ、分かってもらわ難しいな。これ、なんとなく分かってもらえたら、あ、こうやったらちょっとわかるかな。中のブラウンがちょっとね、もう、はげてきてるので、なんか、わからないことになってるんです一応これね、ツートーンダイヤルなんですよ。中がブラウン、で、外側が黒という形のツートーンダイヤルをしていまして、まあ、こんな感じのね、かっこいいケースをしています。どうですか。で、 まあ多分ね、その女工さんとかが手で塗られたんだろうなという感じのこういう夜行の数字、フルアラビアですね。で、周りにはこれレールトラックであっているんでしょうか。そういう形のものが入っていて、スモールセコンド。うん。綺麗でしょかっこいいでしょこれ。で、えっとね、横から見るとこんな感じですね。こういう感じ。で、 反対側もこういうい感じ、まあ、まあまあ普通のラウンドケースなんですけども裏がこんな感じでツルツルっとした感じでこんな風にねノンマグネティックウォータープルーフインカブロックと書いてて309159レビュースポーツスイスと書いてございますかっこいいでしょこれこんな感じでね文字盤がねなんかこうミリタリーっぽくてねかっこいいんですよこれ でこれはね全然ちょっと違う人から買ってあのこの人僕これが初めて買った時計だったんですけどあのものすごくいい方で正直にここに傷があるとか、えー、こ今こういうクリスタルの状態はどうだとかキャリバーの状態どうだとかいうことも全てねきちっと答えてくれる方だったのであのレビュー当面っていうブランドを僕はあまり見たことないしそこまでこう 探したりとかしたこともなかったんですけどこれだけはねずっと気になったんですよなんかでまあ、ずっと見てたんだけど先にまゼニスとかねああいう全然違うものをちょっと買ったりとかしてるのでしばらくちょっと頭になくて思い出した感じでちょっと見たらまだあってで連絡するとすごくきじっとした方で「あのキャリバーはすごくいいですよ」と。 ちゃんとあの洗って油も刺してきれいになっているのでっていうことであのオーバーホール済みということがあるのでね、調子いいですと。他は全然大丈夫。ただ傷とか少しありますよというふうに、バックルはごめんなさい、ないんですというふうに言われて、まあそんなん全然いいかなという感じで購入いたしました。このレビューエクスクルーシブに関しては、ヤフーでもね出てきましたね。いくらだったかちょっと忘れちゃいましたけども、 出てきたのでこれね、あのそんなにすごく高い時計ではないし、あのまあ、すごくめちゃくちゃ有名なブランドでもないとは思うんですよ。それは僕たち時計好きの人からすると、もちろんレビュー当面とかはかると思うんですけどね。うん、あのそうじゃない方からすると、何だろうなっていう感じだとは思うけども、すごく、ね、歴史のある、ちゃんとしたブランド様なので、かっこいい時計だと思います。でこういういね ニシンでスモールセコンドフルアラビアかっこいいでしょこれ,これまあまあ気に入っててねでこれ32.5ミリっていうケースなんですけどこれラブハガーはね18.5か19ぐらいあるんですよなぜかなのでナトーストラップを本当は僕つけたいなと思ったんですけどあのねナトーストラップがね僕18までしか持ってなくて 変にここがこう、なんてうのあと、スプリングバーが見えちゃうんですよね。なんかそれがちょっと嫌かなと。で、上下のね、空きが空いてるところと、スプリーングバーが見えるところが全く一緒だったらいいんですけど、これ多分上の方がなんかね、ちょっとラグが歪んでるんですよ。なので、それをちょっとだけ戻したんですけどね。あまり戻しすぎると、あの先輩も言ってましたけど、クリスタルが取れるっていうね。僕もそれで一度あの、 シチズンかな取れてしまったことがあるので、まああんまりちょっとそこにこだわらないでいこうかなという感じで、ちょっとこういうね、うんと、シープスキンのグレーのものを、まあいつも作ってもらってる人のね、やつを使っていただいて、こういうにつけました。で、バックルはこういう本当にもうハゲハゲなんですけど、すごくシンプルなね、このバックル。このバックル僕、まあまあなんか気に入っててね、こういう感じ。 もう全然ハゲハゲなんですよ。別にブランド名も何もないし、なんかよくわからないものなんですけど、形が綺麗でね、なんかこう時計には合ってるんじゃないかなと思って、このバックルー今回はつけています。で、ちょっとね、キャリバーをね、やっていくんですけども、まだ実はね、これは前、この前ちょっと言ってましたよね。デビューあ、ごめんなさい、ゼニススポ,スポルト。こちらはまたレビューさせていただきますので、 ちょっとお待ちくださいませ。で、こちらの方にもパンチングレザーのストラップを今作っていただいているのと,、えー、とこちらの方がね、バックルがこういう感じで純正がついてるんですね。オリジナルがついてましてこれが14なんですよ。で、ここが18っていうね、10 18のラグ幅って大体16のバックルなんですけどこれが18の14っていうまあまあ少ない感じでしたので今ちょっとね、ストラップを作っていただいているので 今はちょっとね、こういう感じのおっちゃんベルトの艶なしをつけていますけども、こちらもね、すごく朝食動いてくれています。で、先ほどからチラチラと見えてると思うんですけど、もう一本。同じゼニスのスポルト。ただこちらの方は3912のアラビア数字が入っているものになります。で、ゴールドのバインデックス。で、ゴールドの針というもので、大きさもね、ちょっと違うんですよ。 ラグの形とかも違うでしょ、これ。だからスポルトに関しては何種類かやっぱりあるようで、あのー、こちらの方のね、キャリバーも、こちらのキャリバーも違うんですよ、全然。で、こちらの方はデートが付いてるけど、こっちはデートがなしということで、こちらの方にも、あの、ストラップはね、結構かっこいい、こういうね、かなりしっかりしたこういうね、うん、 レザーがついてるのでこれはここれれでいいかなと思ってこれも、このレビューを買った人から買ったんですよ。で、バックルはもう発注しました。いつもバックル買ってる人からね。ここに星マークがついてるだけのね、ゼニスのバックルをちょっと買いまして、明日ぐらいには作るかなと思います。ただ、こちらの方、僕当然あの買う時からも知ってるんですけども、見たらすぐもうね、お気づきの方はいらっしゃると思います。クリスタルのこうやってね、割れてるんですよ、ちょっと。 2箇所ぐらい、まあまあきつくね、割れてて、このクリスタルも、えー、探し当てることが僕できるので、あのまあそんなこといいやと思って、あの中はすごく綺麗なねキャリバーですし、同じ持ってるスポルトと全然違うキャリバーを積んでいましたので、こちらも用意させていただきました。で、こちらのえっとクリスタルはもう探し当てましたので、まあまああさってぐらいには多分帰えれるんじゃないかなと思います。 で、こちらはこんな感じなんですね。全然裏蓋とかもね、ほら全然違うんですよ。全然違うでしょ。で、よいしょ。ここの星マークの大きさとかが違ったりとかね。このロゴがちょっと違ったりとか。なんか全然違うんですけども、うん、こちらもスポルト。で、こちらスモールセコンドっていう形になるので、こちらの方もね、きちっと、えー、ここのクリスタルをね、交換して、 皆さんの前で、えっと、お披露目したいなと思います。で、クリスタル自分で買えれるかなと思って、ちゃんとここをね、開けて、さっきクリスタルが取れるかをちょっとやってみたのでね、ちゃんとまあできそうだったので、こちらの方はこういう形でまた次ご紹介していきます。で、今日はこちらをね、開けていくんですけども、よいしょ、ちょっと開けていきますね。これね、かっこいいキャリバーしてますよ。このキャリバーの、えー、77でしたっけ はまあまあ有名なキャリバーなんだそうです。で、まあこれ裏蓋ですね。まあこういうふうにペルラージュが綺麗に入っていまして、特にそのレビューどうのこうのっていうのは多分何も書いてないんだと思うんですけどね。まあこういう感じの裏蓋でございます。で、キャリバーですね。えー、この方向の方がいいんでしょうかね。 こういうい感じここにキャリバー77というふうに入っていまして15隻の手巻き綺麗なキャリバーしてるでしょとってもでこれねレビューとかこの77とか、えー、15ジュエルズとかいうところがゴールドのえっと文字で入ってるキャリバーも存在するみたいです なので、その辺がどういう違いで、年代が違うとか、何なのかちょっと僕には分からないですけども、2種類存在するみたいで、このキャリバー77は。僕のは普通のこういうね、ちょっとこう黒っぽい、まあ黒っぽい感じかな、いう感じで文字が入っていまして、こういう感じのね、かっこいいキャリバーをしています。めっちゃ調子いいんですよ、これ。もうちょっと近づけてみようかな、ビヨーンと。で、チラネジなんですね、これ。 うん、かっこいいでしょう、これ。このカッティングっていうんですかね、この、なんていうの、このブリッジのこうカッティングが綺麗にこうね、こう、こういう、こう、よいしょっと。ええっと、こういうね、感じのこの,このラインとか、ここにこう,こういうふうに丸くなってるとかこの、この辺のね、こう、この角の、 綺麗な削り込み。で、多分、このプレート全部にヘアラインみたいなラインが入ってるんですよ、これ。入ってるでしょこうやって見るとちょっとわかると思うんですけども、非常に綺麗なね、キャリバーをしてまして、あのキャリバーの状態もすごく良かったので、こちらの方は、えー、入手しました。まあ、このレビューっていうブランドね、あのどうなんでしょう皆さんの中でレビューっていうブランド、どのような形で思われてるかわからないですけども、 レビュー当面は、どっちかってドレスっぽいね、感じのものが多いんでしょうかね、今はね。うん。あ、けど、まあ、スポーツウォッチも確かあるな。なんか、クロノグラフみたいなのがあった記憶があるんですけどね。わかんないですけど。まあ、これはね、すごくこうミリタリーっぽいイメージ。で、まあ、パッと見、ミリタリーウォッチという感じなんですけども、 あの一応、レビュー当面のレビューというね、ブランドがついているっていう感じなので、おそこはちょっとこう、なんか燃えるなと思ってえ買いました。どうですかめっちゃ調子いいんですよ。あの、きちっとね、やっぱりオーバーホールしていただいてるので、めちゃくちゃ綺麗でね、いい感じに動いてくれています。かっこいいでしょこんな感じ。 でね、ここにもなんかちょっとパッキンっぽいのがあって、さっきの裏蓋にもそうなんですけど、こういうパッキンが入ってて、このまあパッキンは、この、こういうやつなんでね、これ自分であのオイル、あの何、防水オイルみたいなの塗って、パッキンを僕入れ替えてるんですけども、こういうところはオーバーホールしてて結構綺麗な状態で来るんですけどね、なんか自分でちょっとやりたくないですかなんとなく。なんかちょっと綺麗に変えたいなって思ったりもするから、 ちょっと僕そこでいつも開けてちょっとでも硬化してて硬かったりすると必ず変えるんですけどもなんかそれで初めて自分で手を入れてあげてなんかこう大切にする儀式というかけど始まりの儀式みたいなねイメージですかねまあケープコットで磨いたりすることも同じだと思うんですけどねなんかかじゃあ今日からよろしくねと 一緒に頑張って動きましょうという感じの儀式としてそういう形で僕は必ず裏蓋を開けてパッキンの劣化しているものとかちょっとでも硬くなっていると必ずパッキンをね変えさせていただくんですけどもまあそんなことくぐらいしかできないからねあれなんですけどねどうですかかっこいいでしょこれすごい綺麗なねキャリバーですこのキャリバー77が結構有名らしいんですけど僕は全然知らなかったですけどねうんよし ちょっと締めていきますね。そうか、グローブしてるから難しいな、これ。おいけた。よいしょ。うん、いう感じ、締まりましたね。どうですか。かっこいいでしょう。なんかこう、ミリタリーだけど、レビューっていうところがかっこいいかなという感じ。で あのインスタグラムを持っていただいてる先輩とかはちょっと分かってあの見ていただいたと思うんですけどもまあちょっと僕あんまりこう道具がないんでこんな感じになってるんですけどねこれウォルサムなんですよウォルサムの文字盤が全然ないっていう何ていうのこの数字が入ってないとかねそういうものだったんですけどどうやら僕の手元に来た時にこの文字盤ね 真っ黒に塗られてたんですよここだけちょっとこう残してあってこのインデックスくさびのインデックスだけ残してあって他全部なんか黒く塗られてたんですけどなんか違うなぁと思ってあのー、自分で開けてやれと思って開けたらねやっぱりねこの裏にもねすごいいっぱい適当に黒い塗料がなんか出ててあ誰かが適当に塗ったんだなぁこれという感じのものだったんですよ。で これもだいぶ前に僕ちょっと手にしてるんですけども、あの、それが汚くて僕ちょっと嫌だなと思って全然つけることもしなかったんですけど、まあ、もうつけないんだったら自分でリペアしてみようと思って、昨日から、ね、磨いていってるんですよ。ピカピカにしてあげようと思って。で、そのついでに、こまあこんな感じでちょっと取れてるのでね、まあこういうクリスタルとかね、 こういうところまあケースとかあるじゃないですか。こういうところも、こう自分でやれることをちょっとやってみようと思ってね。最初にこのオールサムで勉強させてもらおうかなと思って、今全部こうやってね、撮っています。で、オールサムのこのキャリバー。よいしょ。どうなったどうなったこれどうなってるいこういうね、オートマチックの、この、 25ジュエル。25席も入ってるんですよ。で、これ、キャリバーはめちゃくちゃ調子いいんですよ。もうめっちゃくちゃ調子いいんですよ、このキャリバー。すほら、今でもちょっと動いてるでしょこれ、昨日の晩ちょっと僕、ちょっと巻いてみたんですけど、これも、ア・シールドのキャリバーですね。これね、先輩が言ってくれたからね、今僕わかるんですよ。ほら、ここ、ア・シールドの1700って書いてますよね。 アシーールドのキャリバーが入ってるんですねこ,れでここにもちゃんとね、こうやってこうガーンとこうウォルサん、かっこいいでしょ、これ。でもね、おかしなことにこれね、ここにはね、セブンティンジュエルって書いてるんですよ。書いてるでしょでもここにはね、25席って書いてるんですよ。っていうね、わけのわからない時計なんですよ、これ。なので、キャリバーを変えられたのか、どっちがどうなのか、 このローターが変わったのか、なんかわかんないね。わけのわからない時計なんですよ、これ。なので、まあまあね、もうど,どうなってもいいっていう方ちょっとダメだけど、あの、自分のね、勉強のために使わせてもらおうと思って、昨日バラバラにしまして、一生懸命磨き始めました。もうツルツルにして、あの先輩がコメントくれてて、あの、 シール貼ってなんか塗ると結構綺麗にできますよって言われてるんですけどどうしようかなとウォルサムなのでねちょっと自分の名前とかをちょっと模してモルサムとかにしたいなとか思うんですけどこれはちょっと難しいかなとかねあの字の大きさってめちゃくちゃ大事じゃないですかやっぱりなのでであのー、東京の黒の東京さんですかねかなんかが こうなんかこう手書きの感じのものがあるんですかねなんか先輩がそうやって言っててそんな感じでもかっこいいですよねとか言ったんですけどちょっとねあの楽しみながらゆっくりと仕上げてみたいなと思っている時計でございますで今日はこのレビューをねつけていくんですけどもよいしょとこれねかっこいいんですよなんかなんかって言い方おかしいけどなんかねすごく綺麗にまとまる時計で で、まあ、このグレーのストラップも、まあ僕は合ってるんじゃないかな、と思い、なんかいつも、いつもですね。いつものことなんですけど、ごちゃごちゃしてしまって、ごめんなさい。こんな感じなんですよね。どうですかなんか、ちょっとライトがね、嫌な感じですよね、今日ね。うん、こんな感じ。かっこいいでしょ すごくね綺麗な時計ですでもちょっとこうミリタリーっぽいねフルアラビアにこのなんていうのヴィンテージっぽいと言いますかなんというかこのスモールセコンドっていうのが何かこうねこうそそられる一本かなと思いますこんな感じであのどん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 時計増えていくんですけど あの昔にオメガの僕のオメガを全部お見せしますっていう動画を僕開けてて、うん、それにさんがさっきかな、コメントが来てって、まあ悪い意味ではないんだと思うんですけどね、腕、手が何本もあるんですかみたいな。全部売っていいもの1本にしてくださいってなんかコメント来てたんですけど、あのそうできないからこうなるじゃないですか。 こういう時計好きの人ってね大先輩とかもそうだと思うし僕がこのインスタグラムとかしてる先輩とか皆さんがそうだと思うんですよそんなこと分かってると思うんですよね今僕が持ってる時計を全部まとめて売って一本の時計を買おうと思うと僕かなりいい時計買えると思いますでもその一本が決めれないからこうやって増えていくじゃないですか時計ってでもそこにこう苦悩しながら また新しいのが来るっていうね。いう感じが僕は楽しいので、楽しませてもらってて、ミリタリーウォッチなんかも、ちょっとずつちょっとずつ違うけど、パッと見一緒ですよ、はっきり言ってミリタリーウォッチなんか、ミリタリーウォッチなんですよ。なんですけど、そのちょっとした違いを探して、ここかっこいいよなぁとか、この針ちょっといいよなとか、この文字盤の色がいいよなとか、 こ,このもうアラビア数字がいいよなっていうところを楽しみたいから僕は時計が増えていってるだけであのそれを僕一本にまとめようなんかさらさらありませんしうんそれをもうちょっと何て言うのかな腕が何本もあるんじゃないんですからって一本にされたらどうですかとかだったらちょっと僕もいやーそれがなかなか難しいんですよねってこう思えたかもしれないですけど腕何本もあるんですかみたいな。 のののコメントででで来たた削除しましま、うん、あのほっっとけよっていう話ですねなので僕がコレクションしてるもので僕も自分の中で苦悩があって例えばゼニス今もう5本ぐらいかなあるぐらいじゃないですかジュラルペルゴも多分3本か4本ぐらいあったりとかロレックス僕2本も3本かあるしこれをまとめたらねまあまあいいもの買えるんですよはっきり言って。 うん、僕が持ってる時計を全部売り払って一つの金額にしたらまあそりゃもうまあまだ高級時計買えると思いますよなんですけど僕そっちじゃないからこうやって皆さんと一緒にコンテンツで今日はこれみたいな感じでさしてもらってるのでなんかちょっとねそのコメント僕なんとなくちょっとこううん嫌な感じっていうかなんかちょっと違うなと思って うんまああまり気にはしてないですけどねうんまあまあ別にそれだったらそれでいいやと思ってるんですけど僕は皆さんといろんな時計を見させていただいてここのちょっとこのここの違いが面白いよねっていうこうマニアックなマニアックっていうかそういうところをね楽しめるちょっとチャンネルでありたいなと思いますので今後も時計は増え続けます確実に。で まあそのうちのね時計を誰かに差し上げるとか兄弟に差しあの使ってもらうとかあともしかしたらねこういうふうに僕のチャンネルにいつもコメントくださる方たちにあの送らせていただいてあの楽しんでもらってもいいかなと僕は思ってるしだからそういう形で思ってるのでそれをこうまとめて売ってなんかこう一歩の時計に変えることは僕はしないししようとも思わないしそこに興味もないので今後もガンガン時計は増えていきますので。 皆さんと一緒にこういろんなブランド、歴史のこと、えー、こういう大事な、ねえー、苦しんだ方たちのこととか、えー、先人たちの苦労とかを、ね、思いながらいろんなブランド、いろんな時計を皆さんと一緒に楽しませていただけたらいいなと思います。これにご賛同いただける方はぜひチャンネル登録いただいて、 えー、応援くださいますと本当に嬉しく思います皆さんのコメントは必ず目を通させていただいて必ずお返事をしてまいりますのでまたよかったらコメントもお残しくださいませ今日はこちらとかデビューエクスクルーシブこちらのちょっとちょっとかっこいいミリタリーウォッチ風のこちらの時計を皆さんと一緒に見させてもらいました 本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。